どうもゲームプレイヤーヒデでございます。今日はですねモンストストリートファイターコラボのナッシュに挑戦していきたいと思います。まあそんなことアレーナッシュということでアレーナッシュということでね、ボス戦からいきますよ。ラウンド1からです。レディーファイト。はい、というわけでナッシュとの戦いです。片目隠れてる、それかなんか跡がついてるだけ、わかんないけど、どういう感じ、こう来て、なんかジョジョっぽいけど、こういう感じ、こういう感じかな、わかんないけど、よっしゃ、なんか左のやつヨッシーっぽいけど、まあヨッシーじゃないからね。そんな風に考えるわけなっしゅーということで、ちょっとご了承していくよ、ここら辺ね。で、重力バリア貼られるんで、重力バリアの、対策アビリティを持ってるやつを連れていきましょう。だからそれこそ坂本龍馬とかイザナミとかは全然ありかなと思います。ただ、ここでね僕連れていったのは残り2体ね、我が愛しのガブリエルちゃんと、そして卑弥呼様なんだけど卑弥呼様なんだけど、まあちょっとね今回はあんまり活躍しないかな。うん、ガブリエルはね、なんていうんだっけ、あれ電撃でかなり活躍してくれるんだけど、卑弥呼様はね動けないから、それが辛いね。うん、辛いよ。そんな感じ。でも本当にこのストリートファイターコラボはね、一つの、まあ、対策アビリティさえついていけばね簡単に勝てるようになってると思うんで、うん、楽ですよ。で、このナッシュさんの場合はこれまでそのカリンとか、あとは稲刈りじゃねえや、稲刈りとかねと違って、その上のさ HP ゲージのところに目印みたいなのないじゃないですか。だからこう急にパワーアップするとかっていうのがないんで、結構楽に勝てると思います。比較的余裕なクエストなのかなと思いますよ。だから本当に、重力バリアだけねしっかり連れていけば大丈夫です。多分これね、あれだな、ハンターキングの重心化したやつを連れてこればよかったな、これな。うん、そんな感じが、まあ反省の弁当でも言いましょうかまあこんな感じでサクサクと進んでいくわけですね。うん、でもう次がラストステージになるのかな、ファイナルラウンドだね。うん、だから本当にね余裕なんですよ、本当に余裕だから。だから今回もこれでバーンっていって大量にザコを倒してね、あとは残り、まあ、60% ぐらいの HP を倒していくというだけ。うん、本当に楽だよ。で龍馬さんのストライクショット発動して、まあ残り10数%レベルまで落としてね。うん、あ、そうだ、一つ言うんだとしたら、その今もあったけどその爆弾のやつ、あれを気をつけた方がいい。あれは厄介、始皇帝の時にも出たけど、あれはすっごい厄介、結構ダメージ食らう。まあでもね無事クリアしましたよ。結構簡単なんで挑戦してみてください。来た際は逃さず倒しちゃいましょう。以上ゲームプレイヤーヒデのモンスト実況でございました。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録しないなんてそんなことなっしーということで、またナッシュー、バイバイダメだ、今のこれダメだなバイバイ。我が愛しのガブリエルちゃんのストライクショットでね倒しましたよ。アーベーマリア。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。まだチャンネル登録してない人はぜひねチャンネル登録お願いしますよ、このボタンね。スマホの人はぜひねメール通知で受け取るように設定もお願いいたします。そしてパソコンの方は歯車マークからメールの通知をオンにしてください。ぜひお願いいたします。じゃあまた別の動画で会いましょう。